お疲れ様です。2023年1月6日って書いてますけども、これ2024年の間違いですね。2024年の1月6日暗号通貨情報になります。今日はね、XRP と柴犬についてお話したいと思いますけども、XRP が急騰直前っていうお話ですね。えー、これ別の YouTuber さんも、XRP がそろそろ動くんじゃないかなってことを言われてましたけども、私もね、ずっとおそのように思っていて、あ先に言われちゃったかなと思ったんですよ。もうちょっと黙って言ようかと思ったんですけどね。 それからあ、柴犬の方ですね。こちらの方も、買い場がやってきてたよってことです。今はもう違いますよ。えー、この辺ですよね。えー、まずは、チャートの方、XRP の方をご覧いただきます。XRP の180日間の値動きなんですけども、これを見ていただくとね、えー、前々からお話していた80円の水平線で、これより下が買い場であってね、これより上が まあ、売り場と言いますかね。えー、利食いをする場合は、こういう風に切り分けていけばいいんじゃないかな、っていう風な半年間でした。で、結局、買い場である時期っていうのが、ちょっと一部見えにくいですけどね、ここに来ていて、えー、で、3分の2ぐらいが売りに値する価格だったと思うんですよ。まあ、ここで利剤を稼いでいた方もいると思いますけども、ここでもう一つわかるのは、やっぱ80円がね、この半年間で底堅くなってきたってことなんですよね。 つまり80円を割ることってのは滅多になくなってきたと。80円を割れば割ったで、そこで買いが集中するんで、ここみたいにね。結局急速に80円以上に戻っていくってことです。しかもものすごく強い勢いで戻りますんで、利確が非常にしやすいんですよ。その利確の後ももう80円を割らなくなってきましたよね。まあ、ということで、今年の、そうですね、1月2月あたりはもっともっとね、価格は安かったんですけども、 SEC の一部勝訴ということがありまして価格が上がってからというものを一定金額以上割らなくなってきたんですよ。それが80円じゃないかなというふうに判断すると、こっから今度ね暗号通貨にまた資金が流れるときに、当然エクサラビームも注目されて資金が流れ始めると思うんですよね。まあそういった流れが来ることを考えると、今度ね80円を割ったときも当然買い場にはなるんですけども、80円から90円の間で買っていっても、 それほどままでにに絶望的ななななリスクにはならいないかなと思いますね。ただ私はやっぱり90円前後で買うのはあんまりおすすめしないかなとやっぱ暗号通貨ってね本当にリスクリワード1.5とか1.10ぐらいの気持ちで買ってた方がいいんでやっぱり80円以下になったら買いを集中させて、まあ、それでホールドしていただければ利益を取るチャンスがここ1年で広がってくるんじゃないかなと思いますで柴犬の方に行ってみましょうか柴犬も基本的に水平線なんですよ 0.0014ですよね。ここで線を引いて、この下に来た時は買いなんですけども、今回は24時間足です。つまり、昨日、1日中、買いのチャンスがあったってことなんですよ。昨日仕込んでいれば、今、含み益ですからね。で、さらに、柴犬の平均単価ってのは、このあたりが一番大きいんですよね。まあ、もちろん、この24時間で測った場合ですよ。 ですんで、えー、売り抜けるのにもちょうどいいタイミングかなと思います。ただし、芝犬の購入単価って非常に安いですから、それこそね、あの、相当な金額を買わないと、実感できるリザ屋は、デイトレードでは取れないかと思いますけどね。でもなんか、芝犬っていいですよね。1万円とか2万円とか5万円とか10万円買っただけで、ものすごくね、芝犬富豪になったみたいな、あそんなね、アカウントになるでしょう。うん。だからそういった意味でも、芝犬って、 あの、何かの目的があるコインじゃないんですよ。単なるジョークコインですから。そのジョークコインがコインマーケットキャップの上位に入ったってことで、えー、2匹の土壌とか3匹の土壌を狙っていきましょうみたいなね、宝くじ感覚ですから。ですんで、柴犬が上がるかどうかは、コネクり回す難しい理屈よりも、何かがあったら上がるんじゃないのみたいなとこですよ、ねまあ。そういったコインがコインマーケットキャップの、ね、上位に1個ぐらい見つかってもいいんじゃないかなっていうふうなノリです。で、 1>, 1月はね、芝居のしっかりと応援していきたいと思いますけども、2月はね、真面目なコインをまたあの、お話していきますんでね。で、年間で12銘柄最大で、12銘柄見つかんない場合は、あ11銘柄とか10銘柄になるかもしれませんけども、まあでも基本的にはね、今年1年かけて12銘柄で、それぞれ1万円とか2万円ね、マックスで年間投資額30万で、まあ100万とか200万とかそれ以上狙っていければいいかな、みたいなね。 まあそんなあ放送を続けていこうかと思います。イ犬、でも面白いコインですからね。これからも見ていこうかと思います。まあなくなっても笑えるような金額でやってくださいね。まあでもね、イ犬はこれほどまでに目的が定まってないのに、ファンが多くてなくならない通貨だと思いますよ。単価が安いのにこんな上位によく来たなと思いますね。はい、それでは今回以上です。お疲れ様です。